そうですね、まあいろいろアイテムだとか、まあ、重量級で吹き飛ばすみたいな話だとかお聞きしましたが、はい、まあね、マリオカートが、まあ、一つのゲーム機で一つ発売されてきて、まあ、どんどん新しくはなっていってるわけですけど、例えばさ、はい、新しい作品になっていくごとに結構魅力的に感じるようになってきた点とかってありますかね。やっぱりそうですね、やっぱ Wi-Fi が大きいですかね。なるほど、まあ、その DS の頃からですね、はい、その Wi-Fi 対戦ができるようになりまして、まあ、本当にその、ね、ふとつなげてみれば、マリオカートはやっぱりそれだけ売れてるタイトルですので、相手も見つかりやすいですから。そうですし、やっぱり年を取ってくると、身近で対戦できる人が減ってくるので、うん、やっぱ遠くの人と気軽にできるのは本当にありがたいですね。はい。なるほど。それのおかげで、仲良くなった人とかも結構いたりしますし。なるほど。はい。いいですよね。その本当にきっかけが欲しいですよね。そういういろいろ、やっぱりそのいろいろオンライン通信プレイのゲームというのは存在しますけど、なかなか敷居が高い作品も多く。そうですね。マリオカートの場合は敷居が低いんで、はい、気軽にブログとかでも対戦の募集とかもできますし。そうですね。今回まあそれこそまあマリオカート7ちょっと話入りますけど、まあ、はい、ね、フレンドコードがより簡単に交換できるようになりましたから。まあ、それこそなおのこと見つかりやすいというか。そうですね。ぜひブログとかでも企画したいかなと考えてます。そうですね。はい。私ももちろん考えてますので、まあ、対戦の機会があれば。はい。まあ、ちなみに個人的には、まあ、割とその新しくなっていく過程というよりは、やっぱりそのマリオカートそれぞれに、はい、もちろん基本的な部分は変わらないですけど、オリジナリティっていうのはやっぱあると思ってるんですね。例えば、ダブルダッシュでしたら、二人乗りだと。ああ。確かに。まあ、ウィーバンでしたらバイクが登場したりでしたりとか、まあ、いろいろありました。まあ、それぞれにやっぱ良さがあったのでね。まあ、その、進化しているというよりは、まあ、その新しい、なんだろうな、そのまま変化ですかね。変化。そうですね。そのまま楽しめる部分も残して、でも変化もあるという部分がやっぱり、まあ、ヨカートの作品の醍醐味なのかなと思ったりする。確かに、それはあると思いますね。今度の 3DS 版でもカスタマイズとか。そうですね。いろいろ新要素加えるみたいなんで、はい、そういう面も期待したいですね。はい。まあ、あとは C っていうなら、本当に進化してるという過程で言うなら、まあちょっとケントワールさんと似たようなもんですけど、より多くの人とね、同時にプレイできるようになっていってますから、スーファミの頃は2人でしたからね。それが、だんだん。そうですね、4人、8人、そして、B1 では、オンライン限定ですけど、12人までプレイできる。そうですよ。うん。よく考えたら増えてるなということで、やっぱりマリオカートは人数多ければ多いほど盛り上がりますんで、はい、そうですね、本当に、まあ、あまり増えすぎても怖いですね。6人対戦とかになったらよく分からなくなるのですごい、それはそれで一度見てみたいんですけどね。サンダー何回飛んでくるんだってなってきますよ。よっぽど高性能のゲーム機じゃないと処理落ちが激しくなってしまうという。そうですね。あそこは基本的な部分、まああれですね、マリオカートって別に綺麗なことを求められてるわけではないので、はい、まあ、そこを変えずにとかやれば意外といけたりするのかなとか思ったりはしますけどね。なるほど。そうですね。まあ今、良くなった部分とかをお伺いしましたけど、逆に、新しくなっていくごとに逆に不満点があったり、はい、あるいはあまり変わらない不満点があったりっていうのはどうですかね。そうですね。B1 の話になっちゃうんですけど、はい、アイテムを長いこと持てなくなっちゃったんですよ。例えば、はい、ちょっとこれうろ覚えなんですけど、はい、サンダーダメージを受けたらアイテム落としちゃうじゃないですか。落としますね、はい、確か今までは落とさなかった気がするんですよ。あれ、そうでしたっけ。いや、落としたと思います。64番とかでは確か落としてなかった記憶があるんだけどな。ちょっと僕も怖いですね。ごめんなさい。結構微妙にマリオカート毎回その辺の仕様変えてくるんですよ。ああ、確かに。だったらもしかしたら落としてる時と落としてない時があるかもしれませんね。確か、はい、その辺がちょっと個人的には、はい。なるほど。まあそうですね。まあサンダーはまあ切り札みたいなもんで、まあ私は落としても仕方ないと思ったりもしましたけど、まあ確かにその今までそうじゃなかったのが。そういうデメリットがさらに追加されたとなると。あと、はい、偽アイテムで今までは、ガードができたんですよ。後ろにセットして、甲羅。わかります。
当たらないってことですね。それが Wii 版ではちょっとなくなっちゃって、はい、後ろに偽アイテムをつけていても、コーラーが来たら吹っ飛んじゃうんですよ。当たっちゃうということです。はい。はい。まあ、ただでさえ使えない偽アイテムが、さらに使えなくなる。そうです。みたいな。確かにそうでしたね。まあ、確かに私もそこはちょっと気になったかもしれないな。そうですね。だから、偽アイテムが出たらすぐ放り投げます。そういう風になっちゃいましたね、もう。もともと私はそうなんですけど、ね、バナナを意外と放り投げる派な。その赤コーラで、赤コーラが来たかも、もう受け止めてやるよというようなタイプなので。なるほど。まあそういう感じで、はい。偽アイテムはちょっとどんどん使い勝手が悪くなってる印象ですね。なるほど。じゃあ今回もしかしたら 3DS 版で進化した偽アイテムが出たらいいですね。そうですね。進化するんかって話ですけど。毎回、マリオカートはその辺もコロコロ調節を加えてるので。はい。もしかしたらあるかもしれませんね。動く偽アイテムとか出るかもしれない。あ、それいいですね。さあ、みたいな話になりますね。そうですね。私は、まあ、これ結構ブログでも何回か言ってるんですけど、はい、やっぱり回数を重ねるごとにコースが把握しづらくなってるように思うんですよね。どうしても。コースの把握ですか。はい、まあ、ね、上手い人は気にならないのかもしれないですけどね。はい。割とそのオブジェクトがどんどん周りのね、飾りがどんどん増えていく。あ、どんどん凝ってる印象あるかもしれませんね。まあ、あともちろん細かいところでしたらカメラ位置の高さによっても違ってくるので、はい、あんまり低すぎると当然、はい。把握はやっぱりしづらくなったりしますので、まあ、そこら辺も少しあるかもしれません。少なくとも Wii 版はその点はかなり不満だった。全然僕は気づかなかったです、そこは。さすがそこは、やっぱ、ゲーム業界のね、方だけあり。あんま関係ないと思いますけどね。いや、よく細かいとこまで見られてて、すごい恐れの、すごいです。まあ、今回 3DS 版ですと、まあ、立体比がありますので、はい。まあ、本当にこれまでの作品、まあ、マリオカート以外の作品でも、スターフォックスとかで、本当に、ね、把握しやすくなるっていうのは私はすごい実感してるので、距離感ですね。そうですね。はい、それがマリオカートでもしっかり活かされてくれば、そういう不満点が結構解消されるんじゃないのかと期待はしてますね。ああ。確かに今回は立体視も大きな売りですからね。そうですね。なので、まあそれがね、ただ単にその迫力がうんぬんじゃなくて、私はどちらかというと、やっぱり遊びに影響してほしいですね、そうですね、やっぱり。ゲーム性に影響を与えてほしいですね。そうですね。まあそういう点でもずっと、マリオカート7にはちょっと期待してます。で、まあね、マリオカート7の話結構たくさんしちゃいましたけど、まあ中でもね、そのマリオカート7の中で一番期待してることって何ですかね。期待している点ですか？はい。またちょっと答えが被っちゃうんで申し訳ないんですけど、はい、よろしいですよ。やっぱり対戦できる環境を少しでも増やしてほしいですね。なるほど。具体的に言いますと、はい、まだWi-Fi 確定してないんですよ。そう、みたいですね。まあ、確定してないというか発表されてない。発表されてない。はい、その点はもちろんそうだし、個人的には、携帯機なので、はい、一つのカセットで、複数の人と対戦できるように、はい、なってるかがちょっと期待してますね。ダウンロードプレイ、ね。そうです。ダウンロードプレイで。あれがあるのとないのではやっぱり、広がり方が全然違うと思うんですよ。そうですね。一つのカセットで8人対戦とかできたら最高かなって。なるほど。DS 版の時はできましたよね、確か。できたんですよね。多少制限があったんですけど。まあ、コースが何個かしかなかったとかありましたけど。はい、そうです。それが、もし今回なかったらもう最高ですね。ああ、なるほど。スターフォックス 64 3D では、はい、ダウンロードプレイに対応していて、そうですね、ダウンロードプレイのみですね、あっちの場合は。そうですね、のみになっ、はい、のみになっていて、何の不便もなく、もう一つのカセットで4人対戦ができたので、はい。はい、今回も、期待しちゃいますね、そこ。そうですね、まあ、DS でできたことがこっちでできないとは思えないですけどね。そうですね、やっぱり、言うたてな若ままになっちゃうので、全作でできたことができないと、やっぱり、ちょっと不満に思っちゃうんで。そうですね。最悪まあ人数を減らしてでもいいので、まあ対応ぐらいはできてほしいと。はい。個人的にマリオカート7は、
コミュニケーションツールっていう言い方は変かもしれないんですけど、そういう役割として期待してるんですよ。なるほど。部分が大きい。それはやっぱり先ほどおっしゃってたように、やっぱり今、旅客を通じて知り合った人がいた、はい、いるとか。そうです。そういう関係がすごい楽しいと。はい。いうことですかね。おっしゃる通り。なんか私がすみません、全部補っちゃってますけど。はい、なるほど。まあでも大丈夫だと思いますけどね、本当に。Wi-Fi に、まあローカルでの対戦。まあもっと言うならすれ違いでうぬんとかもあるかもしれないし。早いところ、発表して僕を安心させてもらいたいです。なるほど。ちょっと気出すかもしれませんね。やっぱ聞き札なので。まあ、私の場合は、まあ、さっき大使の話ももちろんしましたけど、はい、あとやっぱり空を飛べるっていう行為はちょっと楽しみにしてますね。はあ、やっぱり、はい。パイロットウィングスリゾートみたい。まあ、そうですね、はい。ニュアンスは一緒かもしれませんね。本当に気持ち良さとか、まあ、その、コースの広さっていうのがより感じられますから。あれは恩恵味わいましたからね。はい。今回も地味に味わえるんじゃないかなと。そうですね。空中にコインとかあったら最高ですよね。まあ、ありそうですね。はい。まあ、アイテムボックスはね、あるぐらいですから。当時のね、コインがあったスーパーファミコンの頃はもちろんそんなことがね、難しかったというのがあったので、まあ今回復活して、まあありそうですけどね、空中でコインは全然。普通にありそうなので、あったらやっぱり恩恵味わえそうなので。うん、はい。まあそれこそなんか、専用のバトルゲームなんかあっても面白いのかもしれません。確かに。コインを取りながら、後に着地みたいな、まあ今簡単に言いましたけど。そうですね。そういうミニゲームあったら面白そうですね。はい。で、まあ一方で心配してるとしたら、まあさっきの話の続きになっちゃうんですけど、はい、これを利用したショートカットがたくさん生まれそうな感じしてます。確かに空飛べるっていうのは、どこ行くねんみたいな、ショートカットがすごい生まれて、その点はちょっと心配かなと。まあ、コースにたくさん壁を設置すれば、でも見えない壁があるとそれはそれででもないじゃないですか。まあ、なるべく見えてる山とかをいっぱい設置。そうですね。だからまあそこがね、ちょっと心配かなという感じではございます。そこはうまいこと調節をお願いしたいですね。そうですね。まああとまあね、空を飛ぶだけじゃなくて海に潜るというのもありますけど、こっちはちょっとまあまだね、なんというか想像しにくいので、まだ、触ってみないと何とも言えないところがあるかなと。そうですね。挙動とか変わるのか、その辺とか。うん、そうですね。まあ深さを、まあね、空は高さですから、海は深さを表現してほしいという感じではございますが、まあどんな感じになってるか、その本当に挙動とかが、実は海の中に潜って動きがちょっと鈍くなるとか、みんな海のステージがトラウマになるんじゃないのか。そうですね。僕、あんまし、水中系のコースは、もっさりしていて、はい、あんま好きなイメージがないので。まあそこは、まあ見た目が変わるだけかもしれませんし、まあそうじゃないかもしれないということで、はい、まあちょっとわかりませんね。気になりますね。はい。と、まあいろいろね、まあ、旅客セブンに、ね、我々期待しておるわけですが、はい。ですかね、売れると思いますか、ね、やっぱり、さっきも言ったように、はい、通信環境の、幅広さも大きく影響してくると思いますよ。はい。例えばやっぱ一つのカセットで対戦できたらやっぱ面白さが口コミで広がりやすいので、はい、そうですね、確かにそのあるのとないので、まあそのコミュニケーションの広がり方というのは全然違いますので、そうです、まあそこ次第って感じですかね、次第ですかね、やっぱ、はい、それがじゃあ問題なさそうだったとかした場合、はい、発売日1週間でどれぐらい売れるとか、発売1週間はそこまで多くないかもしれませんけど、やっぱ1年、2年のスパンで見ていけば、はい、やっぱり2ギオンとかそういう規模にはなるとは思っていますね。はい。まあおっしゃる通りで、本当にこれまでのマリオカートもですね、はい、発売日初週は実はそんなに売れてなくて、まあマリオカート Wii が唯一ちょっとまあ異例らしいんですけど。そうですね。あれはちょっとすごかったですね。まあ最初、おおむね例えば20万から30万ぐらいで落ち着いてて、はい、まあそれが本当にじく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 と売れていって、まあ何百万というタイトルになると。その通りです。全くもって。なのでまあ、まあおそらく今回の 3DS 版もそういう売れ方をするだろうと、まあ私も思っております。僕もそんな感じで思ってますかね。
応今までの最高記録、マリオカート DS がね、380万本なので。おー、スーパーファミコン版をいつの間にか抜いたんですね。そうですね、まあ、ほぼ同じぐらいみたいですね。ただ、世界的に見たらもう圧倒的に上ですね、やっぱり。DS 版の方が。そうですね、世界累計が今2100万本ということになってますので。これはもう、あ、でもまあ、Wii 版の方が多いのか。あ、そう、Wii 版は確か海外でもに、すごい売れてるって話でしたね。そうですね。海外はやっぱ携帯より据え置き機なので、海外をやっぱ含めると、こっちの方が上ですね。Wii 版が一応2800万本。おぉ、すごい数字ですよね、もうほんとここまで。まあそれだけね、本当に国民というか、まあ、万人の人に受け入れられてるタイトルだけに、これで売れなかったらもうどうすんやねん、3DS っていう風に本当になるので。そうですよね。うん、まあ、ぜひね、こうね、まず挑戦で、まあ、本当に、ようやく、なんでしょうね、元気な姿を見せてほしいな、というふうに思います。はい。期待しています。はい。